なんとなく始めてみました。さすがにもう終わるかな。夢語るの楽しすぎた。空想ワンピースと同じぐらい楽しかった。自分の夢喋るの楽しいな。夢とか思い出とか楽しいけど、普通にこの部屋寒いな。なんなんだよ冷房22度。はいはい、あミシミシいってる。はい、おやすみなさい。終わっちゃおうかな、どうしようかな。お尻かいてるから終わろう。ありがとうございましたね。いやちょっとバグとかで1時間の動画消しとんだらね、普通にブチ切れるところだった。でもね、1時間も喋ったし、30分と1時間と普通にね、全然チンコまさぐってるって皮が痛い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 。はい、それね、ダメだと思います。普通にポルノコンテンツとして視聴制限がかかんな。俺は何も悪いことしない。まあね、乳首が見えたので、あのね、あー見えた、すごい見える。あれ、これあれ見えてるかな、見えてる、見えてる、すんごい見えてるってね。乳首と共存した羽島清志郎でした。はい、あざしたね。あのもう眠くないな、眠くないな、そんなに。さっきほど眠りの峠を越してしまったけど、さすがに寝とこう。眠くないなってやろうと思ったけど、これ一番危ない。あのね、眠りの峠から寝るときむちゃくちゃ痛いんですよ、目が。はい、汚いね。あ、今ね、あの下のよだれがね、ちょっとよだれの水気が少なくなって跡になってたのがね、変な跡です、線です。はい、汚い舌をね、みんなに見せて、あ、臭いね、くっさい息の根源の舌を見せたところで、おしまいです、ね、空間に口臭を浴びせたところでおしまいでございます。ここまでね、見てくれた人いると思いますよ、ありがたいね。うん、じゃあね、いい夢見てください。いい夢見ろよって言うんじゃないね、いい夢見てください。ドリームドリームグッドドリーム。